どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はジンベエ使います。強いと思うんですけどね、いまいち評価が低いんだよね。確認は済んだようじゃな。それでは、行きましょう。まずは HP を減らしてからスタートしますね。もう少し。OK、いけた。では行きましょう。できれば同時に行きたいんだけども無理か。 OK、 一体ずつ行こう。ドフラミンゴも、よし、行きましょう。とにかくね、チャージ1がものすげえ強いんですよ。なんでチャージ1で、攻撃して、ゲージを貯めて必殺技を使っていく、そういうタイプですね。とにかくこのチャージ1が、ああゲージがね溜まりやすくって、で火力もある、そんな感じです。 OK、 どこだ。 OK、 よし、行きましょう。OK、 バギーはとりあえず倒した。でミホークとハンコック、これでいける。いきましょう。で次はゲージを貯めていきたいので、ここで貯めます。とにかく貯まりやすいのよ、このチャージ1でぶっ飛ばすだけで。あ、こっちだね、こっちだね全然違う場所に行ってた。オッケー、あそこぶっ倒せば一気に溜まる。オッケー、ここのボスも一気に倒したいところ。いくぞ、いきましょう。よし、いける。ちょっと待って、キザル当たってね。ちょっとミスったけども大丈夫です。よし、あー、ミスった。いける。でサーボをちょっと移動を制限させてやりたいね。こっち側に来ないように動いていきたいけど、これちょっと難しいな。よし、はい、次ちょっとサボの動きをなんとかしたい。 OK、 いいか。多分大丈夫。いや、ちょっとこっちに動いてきてんな。あの人なんて強いんだろう。ちょっと待って、早く出てきて早く出てきてくれ。よし、行きましょう。おっ、待って待って待って、いいから。はい、次この時代のその先を俺に見せてみろ。あぶねあぶね、でかいやつはなかなかねひるみにくいんで気をつけないといけない。よし、はい、次ちょっと待って、若干回復したい。なんかちっちゃいんでない。あー、ちょっとでかい、ちょっとでかいけど、まあいいや。ティーチまで行けるか、行けないな。あ、行けた。OK、 ちょっとゲージを貯めながら先に進みます。 OK、 サボもいい感じに、いや先に来すぎ、ちょっと先に来すぎだね。 OK、 いいか。とりあえず、岩ちゃんとサボを倒しておきましょう。はい。
おちょっと待って、おいおいおい、まあいいや、 HP 減らすんでちょうどいい。で白ひげは一気に倒しましょう。どこ、おお、なんか変なとこにいるね。やば、当たってない。なんて強いんだろう。いい、でゲージを貯めときたい。難しいか、できればゲージマック…あー無理だ、ゲージマックスでね最後に挑みたかったんだけども、もう出てきます。まあここで貯めましょう。もう一気に貯めれるんで、よっしゃ、よっしゃ、いけ。嘘、あんまりいけてない。あ、違う、場所が全然違うんだ。ちょっと待って、よし OK。 ちょっと待って、サボがうっとい。シャンクスはこれで倒せる。サボがねちょっとミスったな。あ、ミスった まだ削れてない。どこ、終わり。いやー最後ミスったな。もうちょっとうまくまとめれたら早かったんでしょうけども、うん、まあまあそこそこでしたね。はい、ということでジンベエでした。チャージ1の攻撃がとにかく強いので俺は使いやすいと思うんですけども、どうでしょうか。ではご視聴ありがとうございました。